と思った疑問のコーナーね。あのクラゲさんってさ、ルームシェアしてるじゃないですか。インターネット環境ってシェアしないんですかね。あの通信環境ね。なんかさ、あのクラゲさん の, あのブログとかさ、毎回コピペであの月次の発表みたいなんじゃないですか。あれって、まあ、ルームシェアはしてんだけど、インターネットの回線ってあの富士 Wi-Fi とかシェアしてんですかね。なんかシェアしてるって半額で済むみたいなこと言うんだったら、別に固定回線とか引いてもいいんじゃないのかなとか思うし、まあね、モバイルルーターシェアするのは向かないと思うんですけど、すごい気になったのが、気になったけど言わないだろうなっていうし、別に教えてもらえないんだろうなと思いつつも気になりつつあるのが、あのなんだっけ、マゼヨルガナさんだっけ、なんかそのルームシェアルームシェアしてる謎の女性のおばはんのインターネットで繋いでるのかなっていうところがちょっと気になりました。でもシェアしてれば富士 Wi-Fi も半分だとか言うから、そのおばはんはおばはんでなんか契約してるんですかね。パソコン使ってるのかどうかも知らんけど、でもノートやってるんだったらパソコン使ってるよね、多分ね。そんなこと思いました。誰か知ってる人がいたら教えてください。